自分たちで組んだセットリストだと達成感もいつも以上に感じるわね。はい、自分たちで選んだものだからっていつも以上にパフォーマンスに対して責任を持つことができました。シュワリンドリーミンがラストだって分かった瞬間、お客さんたちがすっごいヒートアップしていったよね。狙い通りって感じがして嬉しかったな。あやさん、こんな時はあれです、エゴサです。だね、早速ライブの感想検索してみよう。ライブ楽しかった。今日は手話取りやらないのかと思ってたから最後にやってくれて嬉しかった。いつもと雰囲気違う瀬取りだった気がする。パスパレも新しいステージに進んだってことかな。よかった。今日のセットリスト驚いてくださったみたいですね。手話取りを聞いてたらこれまでのパスパレのこと思い出して泣けた。泣きそうになってたらあやちゃんと目が合った。そうそう、うるうるしてる子がいたんだよね。あやちゃんは口パクで泣かないでって言ってた気がする。いつもあやちゃんが泣いてる方なのにあやちゃんに泣かされちゃったよだって。あやちゃんファンの人泣かせた。違うよ、私はそのファンの子に笑ってほしいなって思って。あやさん、このファンの方にその気持ちは伝わっていると思いますよ。今回のセットリストのコンセプトは感謝と元気。ファンの方のあの熱狂ぶりや感想を見ている限りどうやら大成功だったみたいですね。自分たちを表現するステージ、イベントコンセプトにもぴったり合っていたみたいね。表現ね、表現って不思議だね。そう？セットリストは自分たちで考えたけどさ、どの曲も私たちが作詞作曲したわけじゃないじゃん。ライブ中にアレンジして演奏することはあるけど、フレーズだって編曲の人が考えてくれてるし、私たちってパスパレだけどパスパレに関わるものを自分たちで作ってないなって思って、誰かが作ったものの集合体でパスパレを表現するって不思議じゃない？でもね、私はそこがアイドルのかっこいいところだって思う。そこってどこ？誰かが作ってくれたもので、作った人やお客さんの想像を超える表現をしていくのがアイドルだと思うの。そこが私はかっこいいと思うんだ。確かに、与えられたものをそれ以上のものにして表現するのがプロかもしれないわね。それは曲に限らずドラマやバラエティにも言えることだと思うわ。演劇もそうですが、すでにあるものに対して解釈を深めていく、その中で自分はどうやって表現しようと考えるのが楽しかったりしますよね。なるほどね、それが私たちアイドルってやつなのか。イブちゃんもそう思う？今皆さんのお話を聞いていて、なるほどと感じていたところでした。モデルのお仕事でも同じことです。衣装を着てスタジオの雰囲気を見てどんな表情をしようかとか、どんなポーズを取ろうかとか考えながらお仕事をしていました。そっかそっか、私はあんまり考えたことなかったな。ルンときた感じでやってきたからさ。ひなちゃんは考えなくてもその表現がピタッとハマるタイプなんでしょうね。やっぱりカオルと似ているわ。降りてくる的な感じなんでしょうね。あ、でもさ、自分たちじゃない人たちが周りにたくさんいて、その人たちが私たちを形作る材料をくれる。これってひなちゃんが前に言ってたことに似てないかな。私じゃない人たちがいるから私がいるってこと？そっか、そうかも。あやちゃん天才じゃん。なるほどね、分かった分かった。
集合体なんだね。面白い。私だからアイドルになったのかも。アイドルになるのはもはや運命だったんだね。ま、後付けだけどね。ひなちゃんがまたアイドルの楽しさを見つけてくれて嬉しいわ。